サーベイヤー1号はサーベイヤー計画で NASA が製作した月面着陸型の観測機。この月南着陸は将来の有人月着陸計画であるアポロ計画のために必要とされる月表面のデータ集積が目的であった。サーベイヤー1号は嵐の太陽への南着陸に成功し他の天体に南着陸したアメリカ発の宇宙探査機となった。これは NASA の地球以外の天体への乱着陸としては初めての試みであり、ソビエト連邦のルナ9号の月面着陸からちょうど4ヶ月後であった。1966年5月30日にケープカナベラル空軍基地から打ち上げられ、1966年6月2日に月面着陸した。 その後、テレビカメラと高性能ラジオテレメトリ装置を使って11,237枚に及ぶ月面の写真を地上に送信した。サーベイヤー計画は、ジェット推進研究所が運営したが、サーベイヤー宇宙機全体を設計、製造したのは、ヒューズエアクラフトである。サーベイヤー1号の打ち上げサーベイヤー計画の宇宙探査機は、 アメリカの宇宙機による月面への最初の軟着陸の実行のために設計された。明確に科学実験用とされる計器装置は全く積まれていなかったが、搭載されたテレビカメラやその他の装置によってかなりの科学情報が収集されており、これらのデータは1966年から1967年にかけてディープスペースネットワークを介して地球に送られた。 宇宙機は2台の t v カメラを積んでおり、1台は接近用で、もう1台が月面の静止画を撮影した。100を超えるエンジニアリングセンサーが搭載されていた。t v システムは撮影した宇宙機の着地足や周辺の月の地形、表面の物体などの画像を送信した。また、レーダー反射率のデータ、月面の体力構造強度。 月の表面温度解析に使うための温度などの情報を取得した。後のサーベイヤー3号からは月の土壌の素性と機械的特性を測定する化学装置が積まれている。サーベイヤー1号は1966年5月30日に打ち上げられ月繊維軌道に直接投入された。逆噴射は月面から3.4メートルの高度で切られ、 この高度からサーベイヤー1号は自由落下し、1966年6月2日に月面の嵐の太陽へ着陸した。位置は月面座標内2.47度、成十43.34度だった。宇宙飛行の期間はおおよそ63時間と30分で、サーベイヤー1号の打ち上げ重量は 995.2kg で、着陸重量は制御用燃料、電波高度計。 液体逆噴射ロケットが投棄されたことでおおよそ 294.3kg であった。サーベイヤー1号は着陸後、少しの後に月からのビデオデータを送信を、始め、6月14日から7月7日までの長い夜の間を除いて1966年の7月14日までデータを送信した。月は常に地球に同じ面を向けているために、サーベイヤーの電波を歌詞、 に持ち込むには、地球の時点を考慮して1日に一度基地局を変えるだけでよかったが、サーベイヤー1号自身は太陽光発電であり、月が夜の2週間は何かを行うための電力がなかった。熱などの光学情報の受信は、月の夜の間の中断があったものの1967年1月7日まで続けられた。テレビカメラはビジコン管。 25mm と 100mm 焦点距離、レンズ、シャッター、いくつかの光学フィルター、交際システムからなり、中心軸からおおよそ16度傾斜した軸に乗っていた。カメラは角度と高さが動かせる鏡の下にあり、この配置によって隣接重複画像を立体画像ペアとなるように仮想立体画像ペアが作成でき、 三次元画像として表示することができた。このステレオ機能は様々な月面特徴のうちいくらかを写真測量によって測定することを可能にした。テレビカメラの運用は地球からの適当なラジオ指令の受信によって行われた。一コマ一コマの月面画像は360度以上の方向デーラで得られ平面方線からプラス40度からカメラの軸。 マイナス65度の範囲まで撮影できた。カメラには600操作線と200操作線の2モードが使われており、200操作線モードでは最初の14枚の写真を1フレーム61.8秒でスキャンシム指向性アンテナを通して送信した。残りの送信は600操作線画像で指向性アンテナを介して1フレーム3.6秒でスキャンした。200操作線の写真は ビデオ送信を完了するために20秒を必要とし 1.2kHz の帯域幅を利用していた。600操作線の画像はビジコン管から読み取るのに1分を必要とし 220kHz の帯域幅を必要とした。データ送信は一般的なテレビ放送や閉鎖回路テレビの両方と同じテレビ信号に転換された。テレビ画像は 地球の高持続傾向帯に被せられた低速スキャンモニターに表示された。持続性は名目最大フレームレートに最も合うように選ばれた。t v 式別のフレームはそれぞれの受信 t v フレームごとに受信され、受信画像とともにレート対応でリアルタイムで表示された。データは磁気ビデオテープに記録された。1966年6月14日の月での 日没までに1万枚を超える画像が撮影された。これらの画像には、広角、強角パノラマ、焦点照準調査、速攻調査、特定地域調査、天体など様々な写真があった。サーベイヤー1号は7月7日にもカメラ軌道の指令に反応し、7月14日までに1000枚近い画像を送信している。歪みゲージは、それぞれの足の振動吸収装置の上にあり、 着陸の際のピーク軸力を記録することができた。最大8 0 0グラムフォースに耐えられるように設計されていた。ありがとうございます。